各広氏、総春図、各広氏は、北宗の山水画家、字は厚尾、盲州恩剣の出身、老年になるまでの経歴はほとんどわからない。新宗時期の初め頃、登用される。宮中に上ると、三死の塩鉄福祉である、五三鶴の命令で、館画や宮殿、寺院の壁画や大屏風を多く制作した。各広氏の斬新な大画面の画風は、 革新の息に燃える若い皇帝を感動させ、ほどなく、御所院の芸学ポストにつき、数年後には、書が担当技官の最高位である町美ことのりに、昇進した。各広氏が属した、御所院は、管理学士院の下部組織で、同じ管理院の会期間で、通常宮廷画家が所属する、管理図画院とは異なる部局である。画家に、書期間の職を与えたのは、 印象的になりがちな外院に拘束されず、各広氏がその天文を自由に発揮できるように、するための真相自らの配慮と言われる。真相死後の活動記録は少ない。支持者を失い、技巧主義的な各広氏の絵は、死大部たちの美意識とは合わなくなっていった。すでに、起草時期には忘れ去られようとしており、と椿が表した、担ぎには、各広氏の壁画や屏風は、 宮殿から撤去され、廃品として扱われた逸話が見える。各広氏は、山水画に長寺、深く自然に通じて、アグリウヨウミ、歴歴羅列を強中という言葉を残している。雲頭地は、蟹爪樹と呼ばれる特殊な画法を持って山水画を描き、その山水は、祖食、皇帝剣、王安石などの高い評価を得た。中国山水画史上。 最も重要な山水画家に挙げられる。後世、理性と併称して、理覚とも呼ばれ、その独特の山水様式は、理覚派とも呼ばれ、桃源、巨前の、東京風格と並んで、中国山水画を代表する二つの様式とされる。その最も重要な作品に、宋春図がある。また、その山水画の画論に、この各思うが編纂した、臨戦後松室集があり、 その後の中国画論へも大きな影響を与えた。ありがとうございます。